今年の干支、虎にまつわる旬な話題をお伝えしています。4回目の今日は岡山県内の水族館や博物館で展示されている名前に虎が入った魚や植物を紹介します。体長1メートルの黄色く長い体に茶色い縦の線、虎柄模様のこの魚の名前はトラウツボ。名前にトラが入っています。模様がちょっとトラの模様に似てるということと、上顎と下顎がこう噛み合わないで、で歯が結構見えてたりとか、そういうところがちょっとどうもに見えるっていうところからトラウツボという名前がついたんだと思います。玉野市の渋川マリン水族館です。およそ180種類の生き物のうち、今年の干支トラにまつわる5種類の魚にトラ柄の表示をつけ展示しています。こちらのハモは、実は中国名ではトラにウナギと書くということで、干支にちなんだ海の生き物として展示されています。水族館ではハモやオニオコゼなど漢字にトラが入る魚にも注目し展示しています。毎年干支の生き物を探すんですけど、トラっていう干支は結構ちなんだ生き物多いようです。トラっていうのは昔から日本にも馴染みがあったりとか、例えやすい干支なのかなというふうに思います。さらにトラにまつわる名前は植物にも。倉敷市の自然史博物館です。こちら岡トラノオという名前の植物なんですが、こちらの花の形がトラの尻尾に似ているということから、この名前が付けられたということです。丘によく見られ、花の形が虎の尻尾を連想させると、その名が付けられた丘虎の尾。他にも時は虎の尾や花虎の尾など、虎の尾が名前に入っている植物が6種類展示されています。虎で例えられるのは尻尾の他にも、雪の下という植物があるんですが、これ、漢字で虎の耳の草と書きます。丸っこくて毛がたくさん生えている葉っぱの特徴を虎の耳に例えたんだと思います。少なくとも50種類以上の植物に虎にちなんだ名前がついています。たけだけしく凛とした表情を持つ今年の干支、虎の名を持つ魚や植物、共通点を想像しながら鑑賞してみるのも楽しいかもしれません。